カズさんあっちから連絡来るよ、うん、いやマジで、あハート2個ありがとうございます、あナイスお願いします、あ皆さんのおかげで、そうそう、あの皆さんのおかげでナイスイベントね、10日間のやつイベント、無事7位になりました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あハートありがとうございます、無事ね、7位で多分もう決定だと思うんですけど、一応7位になったんで2万円、運営からね、もらえるのでありがとうございます、まあ、科学の10分の1ですけど、何とおっしゃる、加賀に勝つ秘策、まあ左右からの攻撃だろうね、左右から真正面からはいかないことだな、うん、配信内容が悪いから花火も飛ばない、花火も何だっけ、何だっけ、あの赤らくのあれかもしれんよな、ちょっと、うん、貧乏設定してるけど本当はそこそこから出てない、全然マジで今月はやばい、特に、うん、なんか先月今月とだんだん下がってるもんね、うん、リカピー結婚するなんて話してないよ、今電話したらどこだっけ、今のコメントどこだっけ、リカピー結婚するなんて、あこれな146、今日の夜中、昨日の夜中の放送見てください、昨日146号ね、2時、夜中の2時か3時の放送枠の録画を見てください、あの本人通話で出てるのでいやあなたがいいんだよ、別に別にいいんだけど、結婚するとかそんな話してないよっていうのは別にいいんですけど、あなたが信じようが信じないが別にいいんですけど、ただ放送でね、もう昨日流れちゃって、昨日っていうかまあ深夜ね、深夜帯に流れてる話なので申し訳ないです、その秋永久保存する気でしょう、永久保存はしないけど別にそのままだ、うん、本当に、PC 故障らしい、 PC 故障してないよ俺、うん、スタミナ勝負に持ち込まないと、まあもうそれは分かってる、まあ頑張りますよ。もちろん親父知ってる206号。うん。あれでしょ？水戸証券でしょ？うん。うん。知ってます。うん、リカピーちゃんの話してるときが一番しやすそう。なんか、楽になっただけだよ、楽になっただけ。なんか今までみんなにね、隠していたわけだから、ね、それをずっとやってたから、うん、すごく楽になったから。その面では、うん、仕事してなくて結婚ってすげえな、ある意味すごい、まあ、でもそれはちょっと考えるよ147、うん、ずっとこんなの続くわけじゃないじゃん、うん、226いらっしゃい、うん、あ俺今日さ、あのうなちゃんマン、俺今日具合悪くて寝てたんだけど、うなちゃんマンのコラボ放送見てたのよ、あのともねえっていう人とのともねえの配信で、そううなちゃんマン コラボ上がったんだけど、うなちゃんマンって終わったな、あそうか、府中のもちな府中か、終わったねあいつね、本当に、いや本当終わったよ、見てびっくりした、え、なんでって、いや、え、見てないのみんな、なんかもう閲覧が250とからしいじゃん、なんか常にもうとうに終わってる、昨日佐野さんにピッケル使用していいよって言ったら即即ブロックだったあ、そう、俺ブロックされてる、違う、ともねえっていうところの放送でやってたから、うなちゃんマンがコラボに上がってるのは見れたの、
何？おい、すごいやつがいるぞ。うなとあなた、うなは最低でも嘘はつかないですよ。バカ野郎。194枚。元祖不可思議の帝王だよ。元祖不可思議の帝王だろうよ、お前。ナムルおじさんは。何も知らねえな、お前。ユイガも紙一重。チャンマンが終わったんだな。俺はまだ始まってもいない。じゃあスタートには立ってるってことか。2代目はお前が襲名している。2代目うなちゃんマン、ふざけんなよ。唯一無二の存在だろ俺は。最近見てきた俺、嘘。マジかよ。お前とうな大して変わらない。そう、ひどいな、お前ら言い方が。お前は9割の嘘と1割の大嘘だ。全部そうじゃねえか。ちゃんと本当のこと言ってるでしょ。ふわっち来た時点でお前を配信者として終わった。そうなのかな。でもすごい人気あったよ俺、ふわっち来た時。1500ぐらいずっと超えてたもんな。まあ何も残せなかったからなって言っても、ふわっち来ても、俺は反射じゃないよ。配信者に媚びてもお前何も得るものないからやめとけよ。媚びてないよ別に、自分から LINE 送って好きだっていうやつはろくな女はいない。まあ、そういうわけではないけど、まあ、収入はないよ。だね、顔しやがってゴミがよって四つあんのマジだろそれ。佐野とか原とか森とか名字が2文字のやつにクズが多いのはなぜ。原はもう1文字じゃねえか、まあ、漢字で表したら。ひらがなで書け。なんで今日余裕な感じ。違うよ、余裕な感じなわけではないですよ。全然余裕なんかない。今日ちょ元気出てないでしょ。胃もたれ、本当に胃もたれかしてんだよ。気持ち悪いね。冗談抜きで今日やりゃいいじゃねえか。11月11日だから何を。買うもないよ。いやー調子悪いな本当に、ピカピーに向かって、これからもよろしくお願いします。でも、毎日ナイスをしてる。ありがとうございます。お前は前科者だけど、佐野は何もしてないだろ。お前言い過ぎだろ。待って、閉める窓。先生。
デカビーとコラボ上がった時から感づいてた。ああ、上がったね、確かにね。あれでも、愛子から連絡あった、俺。いやー、胃もたれすごいな。カズンさんから連絡来るんだって。マジ卑怯もんだよ、お前は。なんで？なんでなんで？いいじゃん、俺が好きになった女なんだから、65号。俺だけが信じてればいいでしょ。もうその覚悟は決めてるよ、自分の中で。カズンさん、ジムやってるじゃん。ボクシングジムやってるでしょ。だから、お客さんの状態とか見ながらって言ってた。連絡来るって。まあ、そんなもんよ。あんまり、何も思わないね、今ね。まあ、胃がムカムカしてるのもあるんだけど。まあ、みんなが書きたいことあるんだろうから。ただこれからもね、もうこうやって公になった以上、まあ、嘘つかないで普通に喋れるので、まあ、その点は少し気持ちが楽かなと思ってるだけ。まあ、香川戦はね、準備しますよ、だから。カズンさんとね、きちんと話して、今日連絡来る予定なので、まあ別にそんな焦んなくても平気でしょ、まだ。連絡つかないことないよ。ないないない。今日も昼間話してたし。朝方、何時だ？さっきも1時間前か。1時間前まで通話してたしな、俺ら。1時間前まで通話してたし、んで、3時頃にも通話してるし、で、昨日は深夜か。深夜放送終わってからずっと朝方まで寝落ち通話してたし、11時、昼の10、12時ぐらい前か、11時53分だから、通話してたりとかしてたので、寝落ち通話。まあ今は普通に、そうだね、まあ、やってますよ。なもんす。まあいいじゃないの。何をそんな怒ってんのよ、みんな。何を怒ってんのよ。な、怒んないよ。まず話まとめよう。ちょっと話まとめましょう。話まとめよう。まずじゃあ香川の話、香川っていうかね、1月11日の話からしますか。1月11日の話は、カズンさんと、カズンさんから今日朝連絡来て、いつ頃また連絡できますかって話なんで、夕方以降なら OK ですって言ったんで、ジムの状況を見ながら連絡をいただけるってことです。まあ、今日なのかわからないけど、ジムの状況ね、忙しかったりとか、お客さんを、ね、いる状態ではできないでしょ。なので、そういう状況から見て、連絡をいただけるという話になってます。それと、10月の25日か。10月の25日から、リカピーさんと復縁しまして、交際を継続している状態です。まあ、昨日ちょっといろいろあったんですけど、まあ、リカピー、まあ、リカピーの方から、まあね、今回こうやって発表することになって、